ですね、サラダ園の駅があって、サラダ園の駅からちょっと行ったところなんですけど、日本のこれ以前にもね、ちょっとこちらのチャンネル、別チャンネルでもちょっと紹介させていただいたんですけど、タイにおいては、まあ、世界各国ですね、やはりアジアとか、あとは中央アジア、中ソ連の国々ですね、あとは東欧の国々、中南米、太平洋島しょ国などの、まあ、いわゆる非先進国と呼ばれている国々、日本はかなり援助してきました。かつては一番だったんですけどね。タイに関して一番援助している国です。一番日本が援助しているのは非常に多いんですけど、その中で、タイのスワナプーム国際空港とか、2004年にできた、地下鉄メトロですね。日本の ODA の援助、資金援助と技術を供与されて作られているんですけど、こちらが橋になってます。こちらですね、そこのところ見ていただくと、タイジャパニーズブリッジということで、書いてます、タイ語と日本、英語で、ね、書かれてるんですけど、この橋が日本の援助です。結構これ前の橋ですね。昔からこのタイに日本は援助してるんですけどね、まあ、実はこういうところっていうのはタイ国内、まあ各国ね、他の国々においてもいっぱいあります、ということでここのところで見ていただいて嬉しいですね。タイジャパニーズブリッジ、形で日本が今まで援助してきてね、これに対して感謝してくれてる人が多いので基盤として残しているところも多いんですけど、そういう意味ではね、まあ、非常にいいことだと思います。これによって日本の貿易面もね促進されて、人的交流もあったり日本の、まあ、余裕が効いたりしますから、そこはいいなと思います。で、この同じようにですね、まあ、世界各国行くと私自身がいろんな国々でこういった日本の援助に対しての火をね見ることができるんですけど、今後もねまた世界各国回っていく中で、こちらのチャンネルでもね伝えていきたいと思ってます。はい、もう車が日本車ばっかりですね、日本のバイクとかなんですけど、とにかくその中国韓国に対しても我々日本はかなりの援助をしたんですけどね、ただ中国韓国のような、まあ、反日の国々だとなかなかこういった日本に対しての感謝の日をね見ることができないんですね。これは政府としては日本に対して感情良くなってもらって親日になってもらっては困るわけですからね。そういったところでちょっと日本はしっかりとこういうところを設けさせるっていうことをしっかりと前提としたで援助するべきだったかなと思うんですね。竹島、韓国から竹島を返してもらうという条件をつける、よりそういったところは外交的な面でしっかりとしいなと思うところではあるんだけど、いずれにしてもこのような ODA の援助っていうのはね世界各国で見ることできるんですけど、また、現地でねお伝えしていきたいと思ってます。ぜひチャンネル登録いただいてない方はチャンネル登録をいただけたらと思います。